2003年7月19日、場所は東京九段下日本武道館。全日本プロレス2003年サマーアクションシリーズ最終戦、いよいよメインイベントです。当初はこのメインイベントで三冠王者ゼロワン橋本真也と 7.13 大阪の死闘を制した川田俊明が三冠をかけて激突する予定でした。しかし突然に襲った橋本真也の怪我、レスラー生命をも奪いかねない重傷を負ってしまった三冠王者破壊王。それに対してこの暴走王小川直也がならばとばかりに名を挙げました。公約通り大市祭り優勝、この藤井勝久とともに見事に優勝した小川直也、ついに王道のマットに足を踏み入れました。まさに聖なる戦い、ボーリーウォーが始まりを起こしております。先頭小島さとし、その後ろ川田俊也、全日本プロレスの全てを背負い川田俊也が小川直也のマットリングへ。ファンの悲鳴にも似た声援を背に受けながら小島さとしと川田俊明、小川直也、藤井勝久と対峙します。UFO の特攻隊長藤井勝久、消してしまうのか。さあ小川直也にたまったものを全て吐き出せ小島さとし。対抗戦ならこの男デンジャラス系川田俊明。この運命の一戦を裁くは和田恭平レフリー。この投げ込まれた紙テープの量でもこの一戦にかけられたファンの思いというものが感じられます。さあいよいよメインイベント、私のお隣にはプロレス記者歴43年、菊池隆さんに解説をお願いしております。そして菊池さんのお隣には全日本プロレス淵正信選手にゲスト解説としてお越しいただいております。お二方よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いよいよやってまいりました、この運命の一戦。まずは先発は、あっと藤井のこの気持ちがまさに瞬間的に爆発した今コング。メインイベントスペシャルタッグマッチ60分一本勝負、 UFO 藤井勝久小川直也組対全日本プロレス小島さとし川田俊明の一戦です。さあいきなり藤井がアキレス腱固め、小島が悲鳴を上げております。さあ今いきなり小島を追い詰めている UFO 藤井勝久、身長183センチ、体重98キロ、1972年8月15日広島県生まれの30歳、アマレスシュートで実績を作り、あのパンクラスにも参戦、2001年9月の初代ヘビー級王座決定トーナメントに準優勝しております。2002年11月 UFO に入団、小川のパートナーとしてゼロワンに参戦してまいりました。
今回橋本真也の負傷欠場により急遽小川のパートナーとして OH 祭りにエントリー。攻め込まれるシーンも多かったが、なんとか小川直也とのタッグで OH 祭り優勝を飾りました。いや、菊池さん、はい、藤井のいきなりの攻撃、そうですよ、よく分かりますよ。今まで藤井の名前誰も挙げなかったんですよ、無視されてましたからね、どうしようかなって気持ち十分分かります。さあ、小川直也です。小島さとしにまずは挨拶代わりの膝蹴り。おっと、出し惜しみしません。川田の表情ご覧になれますでしょうか。ああ、武道館が揺れている。ものすごい川田コール。さあ、まずはタックルに入る。おっと、うまい、バックに回る、バックに回る、上になっていく。この川田俊明も高校時代はアマルスの猛者。選手、いや、ちょっと今の動きでもちょっと膝元心配してね、腹出しますね。菊池選手はそれだけが心配。いや、それだけが心配じゃないですけど、やっぱりね、まだ膝が完全調子じゃないからね、ここでひねるかということもありますし、ましてや小川も動きがいいですからね、まあ、試合前の状況ではとりあえず心配はないということだったでしょうかね、川田選手の膝は。まあ、それは本人はそういうふうに言いますよ、もうこの前になったらね、でも何かひねるような動きが加わってしまった時には分からないというやつですね。そうですね、まあ、テーピングはしてますけどね、はい、それにしてもこの2人がリングに上がってあるこのスルジックですね、危険なような人ですね、こうやってね、前線試合のモハメドアリにちょっと似てる ね、顔も体型も、ジェスチャーも、対戦相手に対して挑発を続けてきたあのモハメッド・アリー、カシアス・クレイのあの全盛期を思い起こさせる。そう、睨み合っている、睨み合っている。メンチの切り合いだ。さあ、小川がなんとなく弱腰だぞ。悔しいだろうね、やられっぱなしでこうやって小島にタッチされますのはね。まあ、でも相手をじらすというのは上等手段ですからね、菊池さん、はい、特に小川のような高層度という異名を取っている男ならばカリカリさせて冷静さを失わせればチャンスはあるという、はい、ブレインバスターの体勢、これは小川のような必死の競争で拒否していきます。あ、危ないな、パンチを脇腹にパンチ、そしてローキック。これこの間ね、聞いたんですけどね、はい、両腕でやった時に聞いたんですけどね、はい、小川の蹴りは結構効くらしいですね。シャープですよね、小川選手の蹴りは。本当にもう鞭のような蹴りって よく言いますけどね、はい、後ろ姿見てこの足の線綺麗だもん。そうですね、まあ、あの破壊王橋本真也の蹴りはまさにその名の通り破壊力抜群の蹴りではありますけども、小川直也の蹴りは切れ味鋭いという表現がね、ふさわしいですね。さあ、藤井です。いきなりマウントを取ってパンチを打ち込む。そして腕十字、さあ、グリップを外そうと、今グリップが外れた。しかし小島は冷静にロープエスケープ。まあ、これはタイトルマッチでも何でもないんですけどね、はい、やっぱこの試合負けるわけいかないですよね。さあ、エルボー。さあ、そしてサソリ固めの体勢、これは嫌がる藤井、ステップオーバーを拒否していきます。まあ、やはりね、菊池さん、はい、この藤井選手はまだプロレスのリングというものにね、不慣れですからね、はいはい、でも本人が一番悔しい気持ちで今日この試合やってると思うんですよね。なるほど、その気持ちはよくわかるんですよ、はい、
まあ言ってみればこの藤井以外の3選手全員スター選手、はいはい、その中で大抜擢という形でこのリングに上がったわけですから、でも相手のレスラーにも不安に今まで無視され続けてきた。わーっと川田が怒る。さあそして拷問式の逆エビ、これは藤井にとって試練。さあ小川も思わず声を上げています。でも福選手、はい、このやはりこの藤井選手が狙われるということはこの小川組も100を承知だったでしょうね。そうでしょうね、でも小川、あのこの藤井という選手僕初めて見るんですけどね、はい、よくやってますよね。そうでしょう、はい、カーナがここまでやるってことは相手を認めてるってことね。僕もそう思いますよ。体もいい体してますしね、ただもう張り切ってガンガンやってるからその分スタミナなくなるのが早いかもしれないですけどね。でも今印象的だったのが藤井のピンチに対して小川選手が安易にカットに入らないところも何か印象的だったんですけども。そうです ね、やはりこの本格的にシリーズ参戦したこの大和越祭りという修羅で、はい、藤井選手もかなり鍛え上げられたということになるんでしょうか。いやそれは絶対にそうだと思いますよ、はい、あのプレデターケビン・ランデルマン組と決勝争って最後小川に勝利を呼び込んだのはもちろん藤井の頑張りもあるでしょうからね、菊池さん、はい、それにあのデブコンビともやってるわけでしょ、ガファリブラザーズともやってます。勝ってるんですよね、そういうの勝ってる。どうしてもこの藤井が攻め込まれるシーンというのは多かったんですけども、いい形でなんとか小川につなぐことができているというのはタッグチームにおいて重要ですね。それだけ耐えてきたということですよね、はい、しかし今日の相手は小川に対して怒りの炎を燃やしているこの川田俊明と小島さとしです。あフロントでクロック、あ一回転してがっちりと決めていく。これでスタミナなくなるんできついんですよ。しかしニアロープだったのが功を奏しました。いや藤井がいたぶられております。タッグマッチのお手本のような形で自分コーナーで優勢に試合を進める小島さとし、そして川田俊明のタッグチーム。あーっと これはおそらく小島は行っちゃうぞバカ野郎エルボーを狙ったのでしょうか、はい、対角線に走るスタミナももう残ってないということなんでしょうか。足が落ちるとかして、しかし小川はコーナーから動かず、この藤井の絶体絶命のピンチに対してもそこまで藤井を死なしてガーッと、あーエルボードロップ、すごい、さすがに小川、おっと返してよ、あーこれは効いたな、後頭部もろに打ちましたね。今のは上手かったね、でも藤井がこのピンチにながらもとにかくやり返そうという気持ちを前に見せています。いやー菊池さんガッツありますね。今ね小島がちょっと後頭部打ったんで、ちょっと意識をおかしくなってもらうから、はい、ちょっとこれダメージあるな、でも藤井もこのダメージなら小川にタッチしてもいいのですが、はいはい、なんとか自分でこのダメージを、そしてスープレックスになります。危ないな、ちょっと小島の意識が、あこれちょっと危ないですよ、さあグイッと持ち上げて、おーっと巴投げです。ここは日本武道館ですからね、元は柔道だよね。まるで小島がダミー人形のように投げ飛ばされております。危ない、あーバックドロップ、徹底的に後頭部を狙い撃ち、逆十字、あ危ないな、あしかし何度のグリップを掴んでいく、あ後頭部に一発入れました。いや福選手今小島選手の意識完全に飛んでたら危なかったですね。なんとか、いや、ちょっとまだ、いやいやまだダメージありますね、これねタッチした方がいいですね。腕十字に入るときに腕に力がこもっていたので、あ鎌田鎌田受かった、和田城英雄リード、精神を振り切って、そして三角締めだ。さあしかし
この小島が終わってしまうのか。さあ鎌田も、鎌田も大の字達成に入れるか。これで終わってしまうのか全日本。ああ首つけた。離しませんね。すごいね、うわね。いや絶体絶命のピンチ。これはすぐタッチだな、タッチだな。すぐタッチしなければいけませんが、川田でも足大丈夫かな、うん、あっと小川はあくまでも三角締めにこだわる。川田も、川田選手も今のストンピングちょっと膝にダメージがあったのか。そうだね、彼だよね。ちょっとロープ、ロープ、ロープ、ロープステップです。小川が鎌田と急にあのその状況が一変しましたね、はい、さあそして払い腰、今度はまた三角だ。徹底して三角締め。あくまでもこの小島を落としたいのか。さあ鎌田が入ってまいりました。ゆっくりとゆっくりと入ってまいりました。これは小川が悶絶のタッチ回る。おお、さあ小川が怒った。さあそして J がジャーマン。さあそのままカウントが進む。カウント、そして小川はもう完全にプッツン状態。ちょっと暴走を溶かして止めないとダメですね、もう試合権利も何のその。これ止めないとダメだね。ああ止まってる。小島が蘇生だ。小島が復活した。これ止めないとダメだな。これ強者止めないとダメだね。続けてですね、うん、強者。さあそしてコジコジ勝った。しかしもう小川は今度は鎌田に対してスリーパーホールド。こっちは、ね、さあそして試合関係ないからね。さあカバーに入る、カバーに入る。先手権になるのは小島だからね。そうですね。あちょっと危ないな。あれ小川組は権利があるのは、ああパンチか。パンチですね。完全に小川が暴走しております。小川も必死なんだね、しかし鎌田があれだけのマウントパンチを食らいながら、鎌田が後ろに、ああ後頭部、まるで 10.2 後楽園大会のリプレイのような。ああ小川が完全に大の字。これ選手、試合権利があるのはあの小島とあの藤井ですね。小島選手と藤井選手ですよね、はい、さあ、鎌田がキャー蹴りを入れてエルボー。さあ、接点の恨み、小川も返していく。すごい殴り合いだな。あー、ナックル、ナックル、エアナックル。グローブなしで、あー、そして顔面に蹴り。また小川が来ました。払い腰。あ、これ超過カウントカウントしてますね。レフリーが。私もエレフリーが試合権利だ。あ、伸びてるな。試合権利のある藤井が今場外で。あー、ここでダメだ。ゴング寄せ。カウントアウト、カウントアウト。あ、伸びちゃってるな。試合権利があるのは藤井勝久の方。でも福さん、はい、これは事実上のノックアウトと言ってもいいですね。そうですね、伸びてましたね、はい、あれだ、ドクター来てますね、ドクター来てますね。いや菊池さん伸びてますね、はい、転落したことで伸びたんじゃなくて、こちらのライアンティーで伸びてた。いや、その前にカードもあれを貸してもらってますね、はい、あれだけの大技を、あ、川田と小川がもう収まりがつきません。もうセコンドも入り交じれて、もう全選手ですね、はい、いや壮絶なる乱闘。誰の話を前でもちょっと収拾がつきませんね。
あっとでも意識を取り戻した藤井が川田に殴りかかったんですよ、はいはい、いいことしてますね、さあ本間と佐藤浩平もやり合っております。とりあえず小川と川田は引き離されました。試合結果は14分58秒、藤井がリングアウトによって敗北いたしました。しかし実質上川田と小島の攻撃により藤井勝久がノックアウトと言ってもいいでしょう。もう小川直也は試合などそっちのけで暴走しておりました。しかし選手さん、川田選手のここまでの表情を見るのは久しぶりなんじゃないですか。あーっとまた始まってしまいました。木さんももはやリング上の方に厳しい視線を浮かべております。いや木さん、はい、川田選手があそこまでの表情を浮かべて相手に対して攻撃していくっていうのは思いっきりグーパンチのセレット出したって初めて言いましたよね。さあまあ、さあリング上は収拾がつきません。あと大谷慎次郎思います。いつの間にか大谷慎次郎が、いや僕はもう完璧なね勝利だと思いますよ、うん、そうですね、はい、まあ、ましてやこの藤井勝久と小川直也は大市祭りの優勝チームですからね、うん、乱闘によるグラウンドじゃなくてドッグアウトしてのグラウンドだからね、はい、おい川田おめえのことなんででもやってるよ。おめえをぶっ飛ばせ。さあ何度でもやってやるとそう宣言しました。しかし川田がマイクを持ちます。さあしかしそしてまた別のところで乱闘がついております。いや止めろ止めろ。さあ川田がマイクを持っております。川田選手がマイクを持って小川の呼びかけに対してどう答えるのか。何度でもやってやる。お前やっと名前覚えてくれたらしいじゃないか。川田らしい。これから忘れるなよ。忘れたくても決して忘れることはできないでしょう。今日小川直也は確実に川田俊明の悪夢に苛まれることでしょう。しかし全日本プロレスのファンには誘引が下がった今日7月19日日本武道館川田俊明の対抗戦の強さというものをまざまざと見せつけられました。今日はやられたけどよ、あこの金きっちり返すよ。立てはすませないよ。なめんじゃねえぞ。絶対に殺したくないあいつら。さあ小島、はい、さあ川田と仕上げ取られたね。完全取られたね。うん取られた今日は。うん今日は参りました川田と仕上げに。小川の上に参ってないよ。藤井なんとかっていう人も参ってないよ別に。うんさすが川田だよ。うん、川田俊明に参ったよ、うん、ただずっとやられてたけど、うん、あのやられてる小島聡っていうのはプロレスラーの小島聡です。他の何にも変えられないプロレスラーとしての受け身を持ったプロレスラーとしての小島聡、うん、それをお見せしました。全然負け惜しみでも何でもない、うん、あれが俺のプロレスだから。
やられてやられて、やられて這い上がって、そういうプロレスずっとやってきたんだ。これからもそうやってやっていきたいと思います。ありがとうございました。川田俊明に負けないように頑張ります。いや、解散はしないでしょ。そんな簡単に解散するんだったらね、社長になってほしくなかったし俺はね。そこを踏ん張るのが社長だろうし、小川選手とか藤井選手とかああいう俺にしてみればいい選手をなんかほっとくのはもったいないよね。まあやっと今日名前を覚えてもらったみたいだから、まあそれだけでも僕は嬉しいです。ありがとうございました。俺も知らないんだけど、どうぞ好きに肉なり肉なり焼くなりね、煮るなり、どうぞって言ったんだけど、まだ、預かりっていう話で、まあ時間があるんであればしっかり直してからそれは、ね、返上なんかでまた決めるよりきっと倒して取りたいでしょうから、僕はフリード選手じゃないんで、はい、私たちの、リングに来ていただける、僕がチャンピオンであるんだったらその権限はあると思いますんで、遠藤さんの方ばっかり来る必要ないと思います。ゼロワンのリングでお待ち申し上げます。